球の国全部行く。25年ぶりにタイの首都バンコクにやってきました。本場でディープなタイ料理を現地で堪能したいということで、バンコク3日間屋台を中心に B 級グルメを食べまくってきました。タイでは移動式の屋台が多いので、後で食べようと思って戻ってきても同じ店がないということがよくあります。気になる屋台を見つけたらお腹いっぱいでも速攻で食べましょう。今回は屋台飯でお腹を壊さない工夫について、そして激うまのバンコク屋台料理10選を紹介いたします。さらに恋愛の神様のパワースポット、ゲテモノ屋台、中華街の様子もお伝えします。ではどうぞ。バンコク中心カオサンロード近くの路地です。毎朝お坊さんが高圧に来ていました。宿に近かったので3日間ここに通って屋台飯を食べていました。蒸し鶏のチキンライス、カオマンガイです。鶏肉の茹で汁を使って炊いた茶色いご飯がいいですね。ホロホロと崩れるくらいしっかりと茹でられた鶏肉をご飯の上に乗せます。薄く切ったきゅうりも美味しいのですが、屋台飯でお腹を壊さないために屋台で出される生野菜に気をつけましょう。私は平気なのですが、生なのでお腹を壊すかもしれません。また屋台で無料で出してくれる水は飲まないようにしましょう。薄味の鶏のスープが最高です。わお、いい感じだ。ハーブを効かせた甘辛いタレをかけて食べるとこれまたうまい。さてお味はどうでしょうか。めちゃうまです。スープがこの甘辛いタレがうまいんです。味噌をかけて、これまた最高です。実際お腹を壊してしまったらバンコクに多数支店があるブレゼ薬局がおすすめ。日本語を話すスタッフが常駐しているので症状に合った薬を買うことができます。症状が重い場合は日本人駐在員御用達のサミティベート病院がおすすめです。高級ホテルのような病院、海外旅行保険に入っていれば治療費を請求できます。このカオマンガイ食べたので、このなんかフライドチキンみたいなやつを今日は食べます。おお、いい感じです。チキンをフライにして、揚げた鶏肉のカリッとした食感が美味しい人気のタイ料理です。わあ、これ美味しそう。このスープもなんかさっぱりしてて美味しい。コップンかこの甘いタレが揚げた鶏肉とよく合います。はい、スープがおまけでついて、これで45バーツ。チキンをちょっと甘いタレをつけていただきます。もちろんめちゃうまです。スープ地元の人たちが次々と買っていきます。いい雰囲気です。3日目もまたこの路地にやってきました。煮込んだ豚の足を薄切りにしてご飯にのせます。青菜を漬け汁に少し浸して切ってご飯にのせます。そして豚肉の漬け汁をご飯にたっぷりかけます。辛いタレ、ニンニク、唐辛子と一緒に食べると最高です。朝から激うまで最高です。お次はガイヤーン、甘いタレをつけて焼いた焼き鳥です。でかい、食べてみます。でかい、結構でかい。ちょっと冷めてるけど、うまい。これはうまいな。甘いタレにつけてから炭火で焼いています。甘いタレが美味しかったです。この緑色はバナナの葉っぱでタイ料理にはよく使われます。炭火で焼いたのでバナナの葉っぱが焦げてます。もち米ですね。中にタロイモが入っています。なんだこれ、タロイモ。甘くてもちもちしていて最高です。ちょっと甘いタロイモが入ってます。王さんが爆発にやってきました。おお、こっちはココナッツ。ココナッツの
ココナッツがシャリシャリしていてうまい。うまい。甘くてうまいし。バックパッカーの聖地カオサンロードにやってきました。25年ぶりのカオサン、昔と変わらずいいですね。これは How much? 50バーツ。 What's this? ラフィングガス。 You wanna try now? You wanna try? いや、いいかな。 No, no, sorry. ワニグリス。ワニが、これすごいな。またさ、うわうわ、これちょっと、you did. いやこれは何？ What's this? Snake. Come on. One more. Snake. One more. 最近は日本でも人気のパッタイの屋台です。パッタイはライスヌードルの焼きそばです。40バーツとは安いですね。卵に野菜、そしていろいろな太さのライスヌードルを入れていきます。すごいね、麺をちょっとずつ出して。見ているだけで楽しいです。これは面白い作り方だな。春巻きは1個10バーツです。やったー、できました。お好みで砂糖や辛いタレなどをかけます。オープンかできた。50バーツです。ではいただきます。パッタイ、ようやくのパッタイです。太麺と細麺が混じってる感じ。いただきます。うまっ。春巻き、ロッテ行ってみるか。イスラム教の人がよく食べるので別名ムスリムロッティ。さあ、まだロッティを食べてなかったんで、あ、これだ。これ技が薄く伸ばしていきます。よし、これこの台が綺麗かどうかは分かりません。いいね。このバナナがうまいんです。バナナを包んで油をたっぷりかけて、バターも大量です。これはかなりのカロリーですね。4倍速で焼き上げます。カオさんは朝まで盛り上がります。ハサミで切るんですね、面白い。そして練乳をたっぷりかけます。屋台の後ろ側で食べさせてもらいます。食べれるか。うわ、これ熱そうだな。もちろんめちゃうまです。バンコクの途中心セントラルワールドにやってきました。日本なら新宿でしょうか。あれだ、あれです。恋愛成就の神様、木曜日の9時半に来ると特に願いが叶う。まだ8時40分なんで、あと50分ぐらいあります。これが恋愛の神様で、木曜日の夜9時半にお参りすると一番願いが叶う。9時12分です。9時半まであと20分。人が、女の人たちがすごいです。すごいっす。9時20分、あと10分です。どんどん人が集まってきます。ほとんどが女性です。すごい人です。9時半、9時25分、理由ないけど9時半に願いが、木曜日の9時半に願いが叶う。皆さんの願いが叶うように祈ってます。すごい、もう100人以上はいる感じです。マンゴーの屋台で買いました。これちょっと食べてみます。バイバイ。さあ、どっかで食べてみる。食べていいとこないかな。はい、では屋台で買った100バーツのマンゴーとこのもち米とココナッツのデザート。うわ、いっぱい、マンゴーがいっぱいある。下にもいっぱいある、これ。すごい。下にもいっぱいありますね。いただきます。うん。
ち米どう食べんだこれ。うん、うまい。これちょっと安いわ、これで100バーツは。うん、うん、すごいうまい。めちゃくちゃ美味しくて一気に食べてしまいました。バンコクの中華街にやってきました。看板が派手ですね。こちらはフカヒレ専門の屋台です。フカヒレ焼きそばのようです。美味しそうですね。かなりの人で賑わっていました。やっぱり屋台の麺は外せないです。手作りのエビワンタン美味しそうですね。細麺が美味しそうです。裏に回って具材などを見せてもらいました。たくさんの具材がありますね。エビワンタンいただきます。このワンタンがプリプリしてうまい。本場のラーメンのスープってどこもかなり薄味なんですよね。自分で調味料を入れて好きな味にするようです。やっぱりちょっと薄いかな。細麺は固めて最高でした。ショッピングモールアイムチャイナタウンにやってきました。大行列のおかゆの屋台を発見しました。おかゆがドロッドロになっていて美味しそうです。有名人が来たのでしょうか。15分ほど並んでようやく席へ。チーズと肉団子が3つぐらい入ってる。これなんだろう。じゃまずはやっぱピータンかな。濃厚でうまい。ドロドロのお粥をいただきます。とろける食感が最高。揚げパンをお粥に浸して食べると美味しいんです。揚げパンを入れます。ふっかしておきましょう。甘い味付けでもつホルモン系なのかな。肉団子いきます。ま、これどうやって食べるんだろう。あ、しまった。これハサミで切るのか。ハサミで切るんだった。しまった。とりあえず無理やり揚げパンを食べました。タイ・バンコク屋台飯10選いかがでしたでしょうか。これだけ食べても合計500バーツ2000円と激安ですね。やっぱ屋台飯は最高でした。以上、ご視聴ありがとうございました。